背骨にアプローチしてしなやかな体を作っていきます。椅子の前の方に座って両足をしっかり床につけます。膝は腰の幅、右側に振り返ります。ゆっくり呼吸を置きながら何度か繰り返します。なるべく力を使わずに楽に行けるところまで行きます。ストレッチではないので引っ張りません。はい、それでは次は目は前に固定して頭と体を右側に回します。小さい動きで楽な範囲でやります。呼吸はどうですか？息を吐きながら振り向いてみましょう。目が動かないと体が少し制限されるのを感じますね。では次は目も一緒に動かします。前よりも少し遠くを見ることができますか？はい、では次は顔目は正面、そして体だけ右に回します。右の肩が後ろに行って左の肩が前に回ってきます。そしてゆっくり戻る。体だけ右に回して左の肩が前に来て右肩が後ろに行きます。そして戻ってきます。何度か繰り返して、はい、では顔も目も一緒に右側を振り返りましょう。少し回しやすくまたなりましたね。右と左の肩を比べてみます。はい、では次は左の膝を少し前にスライドさせます。そして戻す。左の膝を少し前に出して、そして戻します。足の裏は床についたまま。骨盤も動いていますか？膝が前に出ると腰、頭、肩も少し動きます。右に回りますね。膝を前に出しながら右側を振り返ってみましょう。お尻も動きますね。骨盤、お腹を楽にして力を抜いて、息を吐きながら胸を楽にして振り返します。止まって右側と左側の違いを感じましょう。はい、では逆側やっていきます。まず左側に全体で振り返ってみます。ゆっくり、なるべく力を使わないで何度か振り返ります。何度かしたら次は目だけ前の一点に固定して、そして体と頭は左側に振り返ります。小さい動きで大丈夫です。肩、胸、お腹、足も楽にしましょう。息を吐きながら振り返ります。目が動いていないので、少し回りにくいですね。はい、では目も一緒に振り返ってみましょう。少し遠くまで見ることができます。では今度は顔と目は正面に、
体だけ左側に振り返ってみましょう。左肩が後ろに行って、右の肩が前に出てきます。息を吐きながら、何度か繰り返します。はい、では止まって、普通の呼吸でリラックスします。はい、では顔も目も一緒に左側を向いてみましょう。前よりも少し振り返りやすくなります。では止まって、今度は右の膝を前にスライドさせます。足の裏をつけたまま、膝だけ少し前に出して戻る。小さい動きで大丈夫です。腰や頭、肩が少し左に回りますね。息を吐きながら、胸も楽にします。はい、では止まって、座った感じはどうですか？はい、では、右膝を前に出して、体を左側に、同時に動かします。息を吐きながら、膝を前にスライドさせて、体は左側。そして戻ります。はい、では止まって、座った感じを味わいます。次は右と左を連続して振り返っていきます。両手はももの上。そして、右を振り返るときは左の膝が前にスライド。そして、そのまま滑らかな動きで反対側、左側を振り向くと、右手が前の方、右膝も前に少しスライドします。肩は落として、軽い動きでやっていきます。右に振り返って、左の膝が前。正面に戻って、左側を向くと、右側の膝が前に出ます。はい、それでは今度は顔と目は前に向けさせて、体だけで左右を振り返ってみましょう。両手はももの上、上半身が右に向くと左の膝が前に出ます。そして正面に向いて左側へ、右の膝が前に出てきます。両足は床につけたまま、呼吸を楽にします。はい、では顔と目も一緒に動かしましょう。右に、左に、ゆっくり滑らかな動きで振り返ります。呼吸は止まっていませんか？右に振り返ると、左の膝が出て、そして正面に回って骨盤が回りながら、左の肩が後ろに行き、右の膝が前に出ます。何度か繰り返しましょう。はい、では今度は体と顔を逆の方向に動かしてみましょう。体が右に向くと
顔が左側、そして正面で交差して体が左に向いて顔は右に向きます。何度か繰り返します。顎の力も抜いて、呼吸は止まっていませんか？はい、では止まって顔も体も一緒の方向に動かします。右に左に、力を使わずに膝が自然に動いていきます。力は入ってないですか？何度かやって止まります。座った感じを味わいます。体重が座骨の上にちゃんと乗っていますね。腰が軽く反って伸びたような、少し背が高くなった感じがしますか？腰が軽く伸びて、そして少し背が高くなったような感じ。それでは立ち上がって足の裏を感じて、ゆっくり柔らかく振り返って周りを歩きます。はい、お疲れ様でした。健康な背骨で背中を強くしなやかな動きを身につけていきましょう。